実現しました。今日の試合を前にどのような気持ちで試合に臨んだんでしょうか。そうですね、まあ追加点を取ることと、あとは点決められなかったら、しっかり守りきようと思って試合に入りました。さあ、そして今日は1万人近くのファンサポーターの方が大久保さんのラビに受け付けてくれました。改めて大久保さん、お力になりますね。はい、いつもありがとうございます。意気込みを聞かせてください。連勝して、このまま勢いに乗って、最後は優勝できるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の MVP、さらにみんな自身さん、ありがとうございます。長島屋です。